聴コメントということで、早稲田大学、辻先生より、原子力災害からの5年後、調査実績から振り返るということで、構造的暴力による、社会的虐待という、かなりショッキングタイトルになりますけれども、はい、お願いしたいと思います。早稲田大学の辻内です。今日は大勢の方でお集まりいただきありがとうございます。今まで新しく今年のデータ、ということで量的なデータとそれから質的な事例をですね、ご紹介いたしました。私はこれまで5年間のデータを振り返りながらこの今原発事故の裏にある、構造をですね読み解いていきたいというふうに思います。タイトルは構造的暴力による社会的虐待というタイトルをつけました。まずこれ、医療人類学者のですねポール・ファーマーハーバード大学の教授さんなんですが、まあ、この方ですが、ハイチ2010年にハイチに巨大な地震がありました。で、その時にこのポール・ファーマーはですねアキュート・オン・クローニック慢性状態の急性増悪だっていうふうに、それを評価したんですね。どういうことかと言いますと植民地時代からの強国による不当な社会的経済的な圧力、まあ、近代化の歪みが、まあ、そういった歴史がずっとあった。その歴史が作り出した慢性的な社会病理にですね地震という打撃があってそして、まあ、急性増悪したんだ、まあ、このアキュートオンクロニックっていうのは臨床医学の、まあ、医学的な用語なんですけれども、まあ、それを使ってこの社会現象を読み解いたんですね。で、ポール・ファーマーの書いた本はパソロジーズ・オブ・パワー、これ翻訳されて権力の病理誰が行使し誰が苦しむのか、まあ、医師であり医療人類学者で私すごく尊敬している先生なんですが、まあ、医療人権、貧困ということでこのハイチの現地に入ってですねずっと支援をしながら考察し続けてきている方です。まあ、この方の考え方にかなり私も共鳴しております。私どもが5年間行ってきたのはこの東日本大震災の後原発事故が起きて大勢の避難者を出しました。県外避難者が2016年1月最新のデータだと 43,270 人いるようです。東京が一番多くてですね 5,697 人、埼玉がその次で 4,600 人、茨城、新潟、山形、神奈川、千葉というような形に、続いています。県内避難者のデータがちょっとすぐ正しいデータが見つからなくて1年前になりますが約7万人ぐらいになります。まず原発事故、今何が問題か後でお話しますが、やっぱり帰還の問題、それから賠償の問題、これは一番大きいなというふうに考えています。まあ、福島県浜通りの現状なんですが、今年の夏にですねこの建物取り壊されまし、あ、去年ですね取り壊されましたが、富岡駅前の道美容室の時計が、震災の地震があった後の2時46分で時間が4時8分ですね時間が止まっています。これまで私どもがやってきた研究活動をちょっとざっと振り返ってみたいと思います。まず一番最初が SSN の運営委員として活動が2011年のに家族のですね避難所で SSN と出会って、そしてまあそこの運営委員にならっていただいてずっと今も SSN のメンバーとしても活動させてもらっています。2つ目がその SSN が埼玉スーパーアリーナで行った避難所で行ったアンケート調査を分析してくれというふうに頼まれて行いました。3番目が埼玉県の震災対策連絡協議会、その後約2年間ずっと続いていましたが埼玉の弁護士官が企画して、官民共同の支援体制を構築するように、毎月1回の会議を行ってまいりました。4つ目、双葉町の教育委員会がですね全国に避難する方たちの 親の皆さんですね、子どもの親にアンケート調査をしてそれを分析してくれというふうに頼まれて分析いたしました。5つ目が、震災の原発避難所の創始と再生の語りに学ぶということで、今日もいらしていただきます杉戸町に今いらっしゃる佐藤住俊さんのアイデアで、我々が一人一人に避難者の方たちのお話を聞いてその物語をですね、聞き取りしていくと、避難の、まあ、非常に過酷な状況について一人一人お話を聞くというような調査をいたしました。
今これは本にしようと思ってですね、企画しております。6番目、埼玉県、東京都、福島県における原発避難者の現状を把握する大規模アンケート調査、2012年から毎年継続して行っております。このデータの5年目が先ほど発表したデータになります。で、震災の3年目4年目の時にハーバード大学の難民トラウマ研究所 HPRT に私1年間在外研究行きまして、福島の問題を、世界の中でですね位置づけなければならないということで、難民のトラウマの問題、あるいは移民の問題、紛争や災害で、自分の地元を奪われた人たちがどれだけのストレスを抱えて、そして適応していくのにどれだけの苦悩を抱えているのかというようなことを、国際的なレベルで考えていかなきゃならないということで1年間勉強してまいりました。その他は、2012年に NHK スペシャル、そして2015年の NHK スペシャル、それから2015年にクローズアップ現代、ハートネット TV などの番組作成、ある出演などをさせていただいています。振り返ってみますと、2012年の5月に東京新聞でこのように7割の方が PTSD で悩み相談できず3割、生活心配が6割というような新聞記事を書いていただきましたし、その1年後、朝日新聞では PTSD 可能性5割超、経済的に困窮6割超というような記事を書いてもらっています。調査の目的は単なる調査のための調査ではありません。支援につなげるための現状把握をして、一体今何が問題なのかということを把握して、そして今後どういった支援をしていくべきなのかということを考える、そして最終的には行政にその問題点を提言するということを目的とした調査をずっとやってきています。これが調査の概要になります。2012年に SSN と行った埼玉の調査、約2000世帯、2013年には福島の仮設住宅にお住まいの方2500世帯、同じ時期に埼玉、東京に避難されている4000世帯、そして2014年埼玉、東京の4000世帯、そして昨年度は NHK とともに宮城、岩手、福島に全国の避難者、宮城、岩手も今回この時初めてやったわけですが、全部で5万6000世帯の方の調査を行いました。そして今回が2016年で接戦と行った福島から全国に避難されている方の調査になります。まだ回収率 18% ですが、どんどん上がっていくというふうに思います。一番最近発送したのが2週間前ですので、これからまだ回収率が上がります。先ほど発表させていただいたデータはそのうちの1000件集まってますが、500件の先行データになりますので、今までの経験ですと、500件が1000件になってるんですが、そんなに大きな数字の変化はないので、速報値ではありますけれども、ある程度信頼できるかなというふうに思います。そして今までのデータなんですけれども、これは ISR、 先ほども今年のデータをご紹介しましたが、出来事インパクト尺度の PTSD の可能性がある人々の割合、被災者の中に震災1年後の時には約7割近くですね、2年後の時には6割近く、3年後も6割、4年後は約5割というような形で少しずつ減ってきてはいるものの、依然として非常に高い数字がずっと出てきています。で、過去の同じ質問紙を使った調査では、新潟の中越地震では約 20% ぐらいの方なんですね。これは1年後と3ヶ月と1年後を調査していますが、この程度。阪神・淡路大震災、人数少ないんですけれども、約4年後のデータで 40% というようなデータが出ています。これと比較して、いかに原発事故の被災者の方たちがストレスが非常に高いのかということが分かると思います。で、NHK でもですね、時事公論でこういうふうにまとめて、絵とともに、印象的にまとめてもらいました。PTS の恐れが事故3年後 58% だと、阪神・淡路だと 40% だというふうにまとめてもらっています。これは3年目のデータなんですが、このような形でですね、0点から80、満点が88点なんですね。これ人数です。そうすると、一般的には、一般の人たちを取ると0点が多くてですね、だんだんこう減っていくっていうのが一般的なデータなんですけれども、ずっと毎年見られたのはもう一個山がここにポコンとあって、20点、25点近くの、30点近くのところにもう一つ一山があると
というようなのが今までのデータになります。でちょっと PTSD について簡単にご説明します。 PTSD というのは大きく3つ症状がありまして、侵入症状、回避症状、過覚醒症状という3つがあります。侵入症状というのはいわゆるフラッシュバックなんですが、フラッシュバックというとその映像がですね頭にバッと思い浮かんでくるというだけの問題ではなくて、もう全身的な反応なんですね。反復的、侵入的な苦痛を伴う早期ってありますが、もう体の感覚としてその現場に自分がいた時の恐怖感が突如としてわっと襲ってくる。それは映像だけじゃなくてもう心臓もドキドキしてくるし、もう体の鳥肌も立つし、体全体の反応として起きてくるっていうのがフラッシュバック。回避症状というのは、トラウマ的な、非常に辛かった出来事をですね、思考レベル、頭のレベル、心、感情のレベル、それから行動ですね、行動のレベルで意識的にも無意識的にも避けようとする、回避しようとする症状なんです。でこれは例えば、健忘症のような形ですね、当時のことを覚えていない、思い出そうと思ったのによく覚えてないというのもこの回避症状になります。それだけ強い経験をしたことを、忘れるということで自分を保っているわけですね。忘れることでようやく覚えていないっていうふうに意識の底に沈めてしまうことでようやく自分を保っていられるということです。でそれからあと原発の事故の話であるニュースであったりテレビであったり、あの震災のテレビであったりしたときに、それがちょっとでもテレビで映ったり聞こえたりするとパッと消してしまう。よく被災者の方たちからそういう話聞きますけれども、そういった行動でもパッと避けてしまう。それから例えば、現地もですねこれから帰還しなきゃいけないという時に現地に帰んなきゃいけないんだけど、もう帰ろうと思うともうあの時の思いがやっぱりこう募ってきて、帰ろうと思っても体が言うこと聞かない、こういうのも回避症状です。もう一つ3つ目は過覚醒症状、これは体の反応です。睡眠障害、イライラ、怒り、過度な警戒心、ちょっとした物音でもビクッとしたり、ちょっと揺れるだけでドキッとしたりですね、もう眠れなかったり、神経が過敏になっている状態なんですね。でこれもなぜこういうふうになるかっていうと、ある意味死ぬような経験をしたわけです。ものすごい恐怖を体験したわけです。そうした時に次にその事故に自分があった時にはすぐにそこから逃げ出さなきゃいけない、そのために常に身構えているっていう状態なんですね。だからこれはある意味正常なんです。もう死に直面するような経験をした方は自分の身を守るためにまた次に起きた時のためにすぐにでも逃げ出せるようにっていうふうに体が常に警戒している状態、これはある意味正常なんですね。でこの PTSD の状態から回復していくためには一番大事なのは安全で安心な環境に身を置くということです。ここに住んでいれば、ここにいれば私は安全なんだ、安心なんだ、生きていけるんだ、あのような怖い思いしなくても済むんだというような環境に自分が置かれることが一番の回復につながります。じゃあトラウマ体験って一体何だろうということなんですが、自分が直接体験したこと、これ一番強烈です。例えば兵士や民間人として戦争に参加した、あるいは実際に身体的な暴行を受けたとか、あるいは性的な暴力を受けた、誘拐された、人質にあった、テロの攻撃を受けた、拷問された、戦争の捕虜として監禁された、天災または人災害にあった、重大な自動車事故に、自分自身が死ぬような思いをしたというのが、一番大きなことです。それだけじゃなくて目撃もそうです。目の前でそういうようなものを見た、それもそうです。そしてもう一つ、ものすごく近い人がですねそういった体験をしたということを耳にする、自分のことじゃないんだけれども、例えば自分の子供がそういう経験をしたら分かりますよね。自分もまさに体験したような気がすると思います。そういった少し間接的ではあるんだけれども、こういった体験もトラウマ体験となります。で原発事故の体験を昨年初めて聞いています。今年のデータは先ほど紹介しましたけれども、昨年も今年もですね、もう終わりだと思った、これ世界が終わりだと思ったっていうぐらい、非常に強烈な体験をしています。放射線がとても怖かった、必死に逃げたという方が多いですね。
そして身の危険を感じた、死の恐怖を感じた 40%、12% とありますが、原発事故の経験っていうのはなかなか映像化できていませんね。津波は映像であります。津波に逃げ惑う人の映像っていうのは我々テレビで見てますから、どれだけ怖いのかっていうのことは想像しようともできると思います。ところが原発事故、爆発した、それを聞いた人、死の灰を浴びたって 1%、 見た、爆発見た 4%、 爆発音を聞いた 10% って言いますけれども、目に見えない放射線が迫ってきてそこから逃げていくという恐怖がどれだけのものなのかっていうのはやっぱりなかなか想像できないんですけれども、まあ、数字で見るとこういうようなものが あるということが、まあ、今回分かってきました。次に、まあ、原発事故はふるさとの喪失、ふるさとを奪ったわけです。どういったものを奪ったのかというと、まあ、このハードですね、家財、家、土地、ハード面もちろんあります。もうちょっと行くと文化とか自然とか風土とか、地域の文化伝統、墓地、まあ、そういったものもあります。それから生活に関係すること、人間関係に関係すること、そして、生きがい、人生、将来の夢、こういったものまで原発事故は奪ってるわけです。じゃあなんで原発事故の PTSD 高いのか、どんな要因が影響を与えているのかということを考えていきます。まずは人災だということです。 PTSD の世界的ないろんな研究レビューを見ますとですね、自然災害よりも人災害の方が PTSD の発症率が高いと言われています。自然災害だと幅ありますが4から60、人災害だと15から75っていう研究があるんですね。で過去に、まあ、非常に、まあ、発症率が高かった人災害、文献で調べてみました。98年の北海パイプアルファ油田事故っていう海上油田ですね、まあ、史上最悪の事故だと言われています。229人のうち167人が火災爆発で死亡しています。で、そのうち62人が生き残ったんですが、そのうちの 73% の方に PTSD があってもらいました。でこれはもう自己調査したんですけれども、安全システムの欠落が原因だとされたにもかかわらず企業の法的責任が問われなかったんです。どっかの事件とそっくりです。もう一つは同じく我々が使っている ISR を使った研究なんですけれども、この船ですね、タイタニック号みたいなこのフェリーなんですが、エストニア号事件というのがあります。これもですね、989人中852人が亡くなったり行方不明になっている非常に大きな海難事件なんですが、この ISR の平均点が3ヶ月後には42点、1年後34、3年後34、14年後33点なんです。この60何人、の方をずっと追っかけている調査なんですが、14年経っても下がってないんです。これなぜかということを考察してるんですけども、被害者に対する救済が行われずに不透明な状況が長引いていることが関係しているって、まあ、この論文には書いてあるんですが、エストニア号は実はドイツ製です。12年間フィンランドの船籍、フィンランドが買い取りました。その後エストニアに売ってます。そしてエストニアとスウェーデンの間を運航しています。まあバルチック海をあっち行ったりこっち行ったりしてるわけなんですが、スウェーデン政府の調査機関はですね、構造上の問題だっていうふうに言ったんです。つまりドイツの責任だって言った。一方建造国ドイツはメンテナンスの問題だっていうことで、フィンランドとエストニアが問題だって言っていて、国をまたいでですね責任をなすりつけ合って、そういった、まあ、事故の責任誰が取るのかっていうことが未だに解決していない。そのために14年経ってもこの人たちにしっかりとした救済が行われずに、責任の所在も明らかにされずにいるので、この PTSD がずっと続いているということです。まあ今回の東電の事故も同じような状況が続けばこういうような状況になりうるというふうに思うわけです。じゃあ具体的にどんな要因がですね、これ統計学的に解析しています。ストレスの要因として重なっている社会的因子なんですが、生活費の問題、失業の問題、金利関係の問題、賠償の問題、住宅環境の問題、こういった問題がですね、これ、ロジスティック回帰分析というのを行いましたところ、
体の病気ももちろんなんですが、こういった経済的な問題と近隣関係の問題、これが ISR の点数の高さに影響しているということが、統計解析で分かります。これ、1年後のデータです。3年後のデータですね。3年後のデータもほぼ同じ、仕事を失った方や生活に心配がある方、経済に困っている方、賠償問題に心配がある方、そういった方のストレスが高い、そして、金利関係に希薄がした方、住宅環境の遭遇評価が悪い方、まあ、こういった方が、この何倍っていうのはですね、例えば仕事を失った方は失ってない方の 1.6 倍、リスクがあるということです。 PTSD になる可能性が高いということになります。でこれはまあ医療的な問題、そして心理的な問題と社会的な問題、経済的な問題、まあ、こういった問題が複合的にストレスに影響しているということが、まあ、分かります。まあ当然といえば当然です。先ほどの事例、3つの事例、愛子さんが紹介してもらっていただきましたが、3つの事例の方、どれだけのこう社会的な要因が、経済的な要因、心の要因、いろんな体の要因、いろんなものが複合的に重なって、そしてあの今の状況があるということが、まあ、まさに事例を見ればもう一目瞭然なんですけれども、それがまあ統計学的にも明らかになったということです。それではまあ震災 4,5 年経つ今、最も問題なのは何か。これは基幹政策と賠償制度による分断と格差というふうに私は考えています。これ、去年のデータなんですが、帰れるっていう人と帰れないっていう人、わからない、まあ、これから基幹の予測ですね。そうするとわからないっていう人は非常にあの将来の見通しが立たないという人が一番、まあ、ストレスが高いということが、まあ、分かったんですね。これは、去年の写真、あの撮ってきた写真なんですけれども、まあ、このように、まあ、本当に小さな3メーターの道路で居住制限区域と帰れない帰還困難区域が区切られて、住宅街のお向かいさんは帰れる、自分は帰れない、でもこっから向こう、この道路を挟んで本当に放射線量こっちが高いんでしょうか。ありえないですよね。というように恣意的に引かれた線、道路上に引かれた線によって、この人たちの生活がもう分断されていっているというのが分かります。じゃあこちらの人は帰らない、帰れない、こちらの人は帰るでしょうか。まあ、この帰還の区域の設定がいかに恣意的に行われてきたのか、そして先ほど私も聞いたんですけど、例えばこの20キロのこの線って、これ地図上で見ると点々点々点々まっすぐ書かれていますが、実際にはこの線っていうのは道路やあれでグニ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 ってなってるそうなんですね。なので、本当に実は20キロ圏内なんだけれども、こっちに入っていない、実は30キロのこっち外れてんだけどこっちに入ってるとかっていうようなことが実は起きてるっていうのを先ほども聞きました。それが、1年経って、まあ、1年間ぐらいかけてですね、こういうふうに再編されて次々とまあ解除がされていっているわけなんですが、まあ、この今回、2017年3月、今から1年後にこの緑と黄色の部分、帰還、避難指示解除準備区域と居住制限区域、ここまでもがですね解除される予定なんですね。居住制限区域は年間20ミリシーベルト以上、50ミリシーベルト以下で設定されたはずなんです。そこまで解除する、今まで、政府が20は安全だっていうふうに言ってた、それもなんかひっくり返すかのようなことが今政府によってなされようとしていると、まあ、非常に大きな、もう後で出てきますが、暴力だと思います。これ模式で表しました。帰還困難、居住制限、そして、避難指示解除準備区域、から、まあ、ここから避難した人たちというのは、まあ、県内に7万人、県外に、約4万人なんですが、そしてこの区域外から避難された方、この方たちが、区域外避難者、いわゆる自主避難者だったわけです。これからここですね、新たな自主避難者、いわゆる避難指示が解除されたところからの人たちというのはもう1年で賠償金が打ち切られますから、この方たちはもう新たな自主避難者になってしまうわけです。
そしてこの区域によって賠償金の金額がこんだけ違います。帰還困難区域では1400、1人当たりの精神的慰謝料を合算すると1450万と言われています。居住制限720万、避難指示解除480万、旧緊急時避難準備区域が180万、区域外で、設定し、23市町村は12万、というような形で、この区域が設定されて、区域によって賠償金の格差が起きているということです。先ほどの道路上のに引かれた線によってということです。で、避難区域、この、帰還区域と書きます。帰還区域とストレス度がですね、去年のデータで初めて区域差が出てきたんです。1年目、2年目、3年目とデータ取っていましたが、区域による違いっていうのは出てこなかったんですね。それ次の、このようにですね、2013年からこの、区域のあれ見てますか。2013年の SSN、 NHK の調査と SSN の調査と2014年の SSN の調査の ISR の点数を見てみると、36、34、31、32、ほとんど30、ほとんど変わらないんですよね。ところが、震災4年目のデータを見ると、このように帰還困難区域は 52% 高くて、その次に高いのが自主避難者 43%、そして、避難指示解除準備が 40% というような形で、区域による違い、ストレスの違いというのが数字上出てきちゃいしまったわけです。先ほど第一部で発表させていただいた今年のデータは、驚くことにこの避難指示解除準備区域だけが 52% で逆に上がってたんです。避難指示解除準備区域がこの時、去年はですね、まだ帰れる希望があったんだと思うんですね。帰れる希望ということで、私たちはいつか帰ることができるということで、ある程度ストレスがなかったわけなんですが、その数ヶ月、この調査の数ヶ月後に自民党の復興加速化会議、復興加速させる会議がですね、2017年3月に避難指示を解除するという宣言を出しました。それによってこの避難指示解除準備区域の方たちは、1年後に帰れ、どうやって帰る、そういった、人生の選択をですね、急激に迫られることになったためだと思うんですが、今年の2016年のデータではこの避難指示解除準備区域がボーンと上がっていたということが最も大きな特徴だと思います。で、さらにですね、それを細かく見てきました。これは、旧緊急時避難準備区域、川内村などがあります。震災、原発事故後ですね、半年で、解除されてしまった、賠償金も1年で、打ち切られてしまった地域です。で、その地域の人たちは全体としては 31% と低いんで、一番低い数値だったんですね。ところがこれを2つに分けていました。すでに帰っている方と帰っていない新たな自主避難、2つに分けていました。そうするとすでに帰っている方は 22% 低いんですね、ストレス低いんですが、新たな自主避難者は 36% 高い。で、これ見ると、単純に見ると帰った方が幸せ、ストレス少ないんじゃないかっていうふうにこのデータ利用されちゃうと思います。そうじゃないんです。よくよくこの内訳を見てみますと、すでに帰った方たちはもう年齢層全然違います。60代、70代の高齢者の方たちがここに入っています。30代、40代の子育て世代は新たな受信避難者になっています。つまり今まで4番の、元祖って言うと変ですが、もともと自主避難されていた方たちと同じような子育て世代が帰らない選択をして新たな自主避難者になっているんですね。これはもう避難指示が解除されているエリアの話です。これを見ると、今後次々と避難指示解除準備区域が、解除されて、新たな自主避難者が一気にまたストレスが上がってくる可能性が高いということが予測されると思います。これは、さっきの NHK の時事討論で非常にうまいイラストにあったのでいただきましたが、分断と格差、家族が分断され、気持ちが通じない、もう一緒に暮らせないのか、先ほどの事例でも離婚の話もありました。仕事や移住、場所で地域が分断されます。
まあ、こういった分断と格差が、ミクロにもマクロにも起きてきているということです。一つ、自由記述ご紹介したいと思います。地域を放射線量によって3区分するという暴挙をしたことで、双葉郡の人々は損害賠償の多い少ないで人心が分断され、友人知人親類とも本心で話ができない。賠償はこの地域の人々に平等をもって対処する、まあ、こういう記述がありました。最もごもっともですね。これちょっと端折りたいと思います。まあ、先ほども言いましたように、2016年度に避難指示を解除するという提言を固めたというニュースです。で、放射線量が年間50ミリシーベルト以下の居住制限区域と20ミリ以下の避難指示解除準備区域について、事故から6年後までに解除して住民の帰還を可能にすべきだというようなことを言われたわけですね。で、それに伴って、自主避難者の無償住宅の打ち切りの方針が出ました。東京電力福島第一原発事故で被災者がふるさとにとどまることも遠くへ避難することも支えられるはずだった、まあ、これは子ども被災者支援法で謳われていたわけです。ところが、福島県は災害救助法に基づく自主避難者の住宅無償提供を2017年3月で打ち切る方針を決めました。子どもを抱えて首都圏に避難中の母親は命綱を切らないでと悲鳴を上げる。子ども被災者支援法が成立して3年を迎える21日支援者のシンポジウムがあるというような記事がありました。まあ、この構造を私は構造的暴力による社会的虐待、Structural Violence によるソーシャルアビューズだというふうに考えています。構造的暴力、非常に強い言葉だと思いますが、これはヨハン・ガルトゥングという、平和学の研究者が唱えた、概念で、社会の仕組みや構造がもたらす暴力のことを言います。間接的な暴力とも言います。個人的に誰かが直接的に殴るとか蹴るとか、これを直接的個人的暴力なんですが、それに、の対概念ということで、誰が殴っているかわからない、仕組みが殴っている暴力、個人的ではなくて、構造が暴力を振るっている、直接的ではなくて間接的に振るわれているというのが、この構造的暴力です。暴力は構造の中に組み込まれており、政治、経済、社会面における格差、差別、不平等を生んでいます。先ほど私最初に、紹介しましたポール・ファーマーも権力の病理の中で、書いています。ハイチの貧困と健康の不平等、これは構造的暴力だというふうに書いています。じゃあ原発事故による構造的暴力って何だろう。原発事故という暴力によって生活、人生、環境の全てが根こそぎ奪われました。そして今、帰還と賠償をめぐる政策決定が継続する構造的暴力となって、被災者、被害者の生活や人生を蹂躙していると言えると思うんですね。で、この構造には上部構造、下部構造があるというふうに考えています。その下部構造は何か。原子力発電という開発を推進してきた戦後の経済政策、これが下部構造にあるだろう。また大企業優先の経済政策による富の不平等分配、これ日本の戦後社会にずっとあります。中央対地方という地政学的な、ジオポリティクスですね、地政学的な搾取の構造が、自由主義という名の競争原理に基づく社会格差を生み出す構造があります。自己責任論を基礎とした医療や福祉における社会責任の放棄があります。核の平和利用を抑止力として使った戦後の国家安全保障があります。こういった戦後の日本が経済成長を遂げてくる間に築き上げてきた60年70年の構造が下部構造となって、それが原発事故によって打撃をした、これがいわゆる慢性的な病理、慢性アキュートオンクロニックって言ってるのはこういうクローニックな慢性的な社会病理がある、そこに原発事故という急性的な打撃があって、今
目の前にこれだけの困難な状況が噴出露出してきているというふうに言えるだろうと思います。一般的にトラウマっていうとですね、先ほども紹介しました戦争テロとか誘拐とか暴力、実際の身体的性的暴力、ドメスティックバイオレンス、虐待とか、まあ、こういうのが、トラウマ体験になって PTSD になるわけなんですね。まあ、原則としていわゆる個人的な暴力が想定されています。しかし、これは昨年のデータなんですが、まあ、原発事故で死の恐怖を味わったとか、ふるさとを失ったとか、避難先で嫌な経験をしているとか、相談者がいないとか、家族関係に困難があるとか、生活に心配がある、不動産に心配がある、まあ、こういった、要因がこれ何倍何倍とありますが、こういった要因が PTSD を起こしているということが統計学的に明らかになっていますので、我々のデータはまさに心理的要因、社会的要因、経済的要因、こういった構造が PTSD を起こしている、構造的暴力による PTSD という概念が想定できるんだろうというふうに考えています。虐待、 DV とか虐待の特徴をちょっと見ていきたいと思いますね。加害者は爆発的な暴力を振ります。バーッと殴ったりいたします。で、その後反省してるっていうんですね。あるいは愛してるとかっていうんです。ごめん、悪かった。で、懺悔と償いの行為を行う。これを繰り返すのが DV や虐待です。夫婦だったり、あるいは親子だったり。被害者は殴られても蹴られても愛しているっていう言葉を聞くと、あ、そうか、自分が愛してるから殴られるんだって思うんですね。暴力を振られたのは私が悪かったからと思うようになる。先ほどの事例で離婚迫られて、私が悪かったから離婚迫られてるんだっていうふうに思っちゃった。これまさに心理的な虐待です。虐待の特徴です。で、まあそういったいびつな依存関係から抜け出せなくなるというのがこの DV 虐待の特徴です。まあ言うならば、加害者の権力、権威、パワーによって被害者の生活や人生がコントロールされちゃったんですね。で、繰り返される威嚇、強制、脅迫といった身体的、心理的暴力に被害者は服従するようになり、次第に精神的、肉体的に消耗していって、社会的な孤立に追い込まれていってしまう。これが一般的に、個別な、直接的な暴力で起きる DV 虐待の特徴です。では、原発事故どうだろう。原発事故による社会的虐待、ソーシャルアビューズ。加害者は生活を根こそぎ奪う暴力を振るっておいて、悪かったと言って精神的慰謝料を支払いました。福島の復興なくして日本の再生なしという言葉とは裏腹に、実際には放射能汚染等の原発事故の問題を福島の問題として隔離しちゃっています。強制的な避難をさせて申し訳なかったと謝っておいて、住民の反対を押し切っても避難指示を解除します。安全、安心、大丈夫という甘い言葉を繰り返して、安全性が確保されていない都市に反強制的に帰還させようとしています。どうでしょう。さっきの DV と虐待と構造一緒じゃないですか。殴っておいて謝って、そしてその関係性、賠償金払って相手の行動をコントロールして、そして線を引いて、区域の線を引いて相手をうまく操作する、まさに構造的暴力によってる、よる社会的虐待だと言えるんじゃないかと思うんですね。被害者は自力で再建しようと思っても、失ったものが大きすぎて経済的にも慰謝料や賠償金に依存せざるを得ません。殴られても依存せざるを得ない状況。生活が苦しいのは帰還をせずに避難を、あ、ごめんなさい、5時です。避難を選択した自分が悪かったんじゃないかと思う人までいます。精神的、肉体的にも消耗していきます。避難先の地域で嫌な経験をします。いろんないじめに遭います。避難者であることを隠して生活する人も多く、社会的孤立に追い込まれています。DV や虐待を受けている方たちもそのことを人に話せません。だんだん社会的に孤立していって、閉じこもるようになっていきます。被害者はまさに
生活や人生の決定権が奪われちゃってるんですね。でその都度出される政策決定に翻弄されてると言ってもいいと思うんです。最後になりますが、 DV や虐待対策から考えられる対策は何か考えてみました。DV 虐待対策で言われるのは、まず暴力を他人事として無視しないことだと言われています。暴力の存在をですね、容認しないこと、これは暴力なんだ、構造的な暴力なんだ、そういうことをしっかりと認識していくこと、被害の実態を調査し、その根底にある構造的な暴力を可視化すること、目に見えるようにしていくこと、で表層に見えている個々人に襲いかかっている諸問題の解決を練りながら、さらに奥にある社会病理の構造を紐解いていく。暴力は他人事ではありません。先ほど言った株構造、これは我々が立っているこの社会そのもので、我々が直接、例えば今ここにも被害者の方たくさんいらしてますが、被害を受けてない人たちも、自分が立っている足元が実は同じ足元なんだということに気づいて、その足元に続くっている社会病理を見て、その放置をしていくと、もう私たちの未来が蝕まれてしまいます。このまま原発事故がなかったものになっていったら、我々の未来はどうなるでしょうか。これは私たちの問題なんです。被害者、原発事故に遭った人たちだけの問題じゃないということです。まあ以上になりますが、これから出る論文書籍ちょっと紹介します。科学の3月号、もう数日後に販売されます。 Amazon でも買えます。そこに今回の書いた構造的暴力による社会的虐待という論文を書かせてもらっています。震災原発事故特集だそうです。もう一つ、明石書店から、原発事故を漂流する地震避難者たち実態調査から見た課題と社会的支援の在り方というのが3月末に出版される予定です。そこにも、60ページぐらいですね、大規模調査から見る地震避難者の特徴、過剰な不安ではなく正当な心配であるという論文を掲載しています。でその後、新進学会誌に7月号と8月号に、我々の調査チームでやった論文が掲載される予定で、これ13年の福島の仮設住宅のデータを論文化したもの、これは2012年のデータを論文化したものが載る予定になっています。こちらも引き続き、読んでいただければ、ありがたいと思います。私からは以上になります。ご清聴ありがとうございました。